はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は僕が見たいアートはこんなアートですというお話をさせていただきたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。はい、ということでですね、僕が見たいアートはこんなアートですというお話なんですけど、なんで急にこんな話をしだすのかというところなんですが、俺は今これ、三が日で1月の3日なんですけど、昨日1月の2日に、六本木ヒルズの森ビル の森アーツギャラリーでやってる富樫義博先生の展示を見てきたんですよね。悠々白書とかレベル E とかハンターハンターの展示があったんですけど、それを見てて、なんか、ああ俺こういうアート見たいなっていう、生で見たいなっていうのが、はい、もう湧いてきて、ああこれ話しちゃおうかなみたいな、はい、感じで動画撮っております。なんていうんですかね、基本的に、悠々白書の中で、泉水しのぶさんとかが、あのね、自然も好きだし動物も虫も好きだけど俺は人間だけ嫌いなんだとか、もう本当に基本的にやっぱこの世界で汚いものって言ったら人間っていうところだと思うんですけど、そんな中でね、結構その悠々白書の終盤で毒図が出てくるんですよ。知王っていう、なんていうんですかね、魔界の三大妖怪みたいのがいるんですよ。あの悠々白書の主人公の浦飯雄介のお父さんの雷禅さんとか、あとはあの陽子の鞍馬さんと因縁がある黄泉さんとか、あとはムクロさんっていうね、もともとすごい綺麗な女性の方なんですけど、そういう人がいて、でその三大妖怪のムクロさんの父親みたいな、なんか奴隷商人みたいな、なんかやつがいるんですよ。すごい太ってて見るからにクズみたいな。でそいつがもう本当にそのムクロさんを、ひどいこと、いろんなね、いろんな虐待みたいのをしたりとか、はい、で、体改造したりとか、もうすごいひどいことをしててっていうやつを、その悠々白書に出てくるキャラクターのヒエってやつが捕まえて、で人間もどきっていう寄生植物を寄生させて、でなんか鉢植えみたいなところにこんな感じになってね、裸で、でプレゼントするんですよ、ヒエがムクロさんに。でその知王ってやつはいくら切り刻んでももう死ねないんですよ。もうどんだけダメージ与えても死ねない。でも痛みとかはあるんですけどっていうようなものがあるんですけど、俺はそういうアートが見たいなって、エンターテインメントとかだったらこの手のタイプのアートっていくらでも見れると思うんですけど、生で見たいなと思って。で知王みたいなやつって例えば、この今のこの現実世界にも、日本とかって結構岩盤がいっぱいあるじゃないですか。でその岩盤を作り上げてる既得権益とかも、本当にメレーム様の言うところの何もしないクズが全てを持ってるっていうような感じのゴミクズどもがいっぱいいるじゃないですか。既得権益もそうですし、老害の皆さんもそうなんですけど、そういった材料がいっぱいあるんで、それを使っていろいろアートを作って、その知王みたいな感じのアートとか、俺は他にも、サイコパスっていうアニメあるんですけど、それの牧島省吾さんっていう悪のカリスマみたいな人がいるんですけど、僕は人間の魂の輝きが見たいって言って、彼のね殺人もなかなかのアートなんですけど、そういったものとか、あと、ハンニバル・レクター博士のあのね、人をこうボンって突き落とした時にここを腹を裂いて、そっからボト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 ってなんか出るんですけど、何が出るのかご想像にお任せするんですけど、そういったものとか、あとは、やっぱり、ジョーカー、俺はジョーカーさんをすごい尊敬してるんですけど、その中でもやっぱヒース・レジャーさんが演じたダークナイトのジョーカー、さんのマジックとかもすごい好きなんですよね。この鉛筆消すんですよ。鉛筆をこうやって持ってて、これ消しますって言って、どうやって消すのかって言ったら、これを 人のこめかみにボーンってぶっ刺して、でそいつがもう倒れて、はい消えたみたいな、はい、そういう素敵なマジックとかね、そういうのを本当なんか生で見れる世界になったらいいなみたいな。エンターテインメントではいくらでも見れるんですけどね。ということで、でも今のやっぱこの倫理観とかイデオロジーとか
法律とかで言ったら全然それはなかなか実現は不可能だとは思うんですけど、まあでもこのイデオロギーとか倫理観とか価値観とかって、まあ、結構ガラって180度転換することがあるじゃないですか。まあそれが別にこれだけ世界が過渡期に移り変わってるんで、もしかしたら生きてるうちにそうカラッて転換するかなって思って、でまあそのアートの素材になる材料はたくさんあるんで、はい、まあそういうアートが見れる日も来るかなって。あとはアーティストの問題なんですけど、そういうアーティストの人ってもしかしたら今鳴りを潜めてるだけでいるかもしれないなっていうところで、まあそういう素敵なアートをいつか生で見てみたいなっていう気持ちになった、そんな1月3日のお話でございました。ということでね、まあ冨樫義博先生の展示会本当に素敵だったので、まあ、ぜひね見れる機会のある方は見ていただければなというところで、まあ冨樫先生の、まあ、作品全部幽遊白書もそうですし、レベル E もそうですし、ハンターハンターもそうなんですけど、全て素敵なんで、まあ、あとはねサイコパス町島翔吾さんとか、あとハンニバル・レクター博士、バットマンに出てくるジョーカーさん、みんな素敵なね人、尊敬すべき人たちなので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。ということで本日は俺が生で見てみたいアートについてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。